まあ、既存の曲でもいいですし、なんか一発物みたいな曲もいいですし、ブルースみたいな曲もいいですし、なんか同じ音楽歌詞と歌うみたいな曲もいいですし、なんか、なんかしら一緒にやっていってもいいですって方いらっしゃるんですか、何かしら一緒にできたら楽しいんじゃないかなという曲を、月1ぐらいでやらせてもらってまして、今日、池袋ランボっていう曲なんです。本当は雨降ったらまたオフリーマーケットがやるので、僕らもやってるという感じになってるんですが、次回は、6月17日、来週日曜日も池袋ラボでやってるんですが、その日はもう午前中からずっとバンドが夜までジングリやってるんですが、次回、7月1日にまたやってる時は、こんな感じで夕方4時ぐらいまではステージに楽器を置いておいて何でもやりたい日やっていいよっていう企画でやってますので、一緒にやってやってもいいぜって方いらっしゃいましたら、僕の方の名前言っていただいて、その人池袋ジャム楽団になっていただければなという、大手オリムス、池袋ジャム、いい食べてお、いい、ベースリーはもう、
使ってもらって大丈夫です。
についていけない場合は、あと中身のシステムでやってますので、それをちょっとみんなで頑張りましょう。新ストラクト。Thank you.
安田さん、ベース、安田美さんみたいな感じでやっております。これ、イケボジャムっていう企画は、
ステージ上にお貸しできる楽器を置いておくので、誰か一緒にやってもいいぜって方いらっしゃいましたら、一緒にやろうよ企画になってまして、月に1回ぐらい、もったいないフリーマーケットさんやってる日中、今日雨降ってなかったら、ここフリーマーケットやってるはずだったんですけど、雨でそっちは流れちゃったんですけど、僕は別に雨でも関係なくやっちゃうシステムでやっておりまして、次回7月1日にもまたこんな感じで、誰かやんないっていうの夕方、午前中10時ぐらいに一応準備終わって、夕方4時ぐらいまでは、こんな感じで、誰がやんの、やっていいよっていう感じでやってまして、4時ぐらいからはバンドの演奏になっていくんですけど、それまでの間、時間は待ってるんで、もう機材、キーボードもベースも、ドラムも置いてますので、なんかドレミわかんないけどやってみたいって方いらっしゃいましたら、僕のところにドレミ関係ない楽器とか持ってますので、一緒にやってもいいぜって方いらっしゃいましたら、なんか一緒にできたら楽しいんじゃないかなと思っております、水曜日のジャム。今日の17時ぐらいから、T.O.B. っていうバンドのライブ、その後はマホマニオルガンオールスターズ、その後モンゴルユニオン、その後パズルラズルっていう4バンドぐらいのライブがありますわ。まあちょっと雨がひどくなったらやめちゃうのか、まあそんな感じでやってます。お時間ある方いらっしゃいましたら、あんまり寄り添ってステージに来ていただいて一曲やっていただこうなと思っております。一曲プレゼント カメレオンっていう曲を元にそんな感じになればいいなってやっていただければ、一緒にやっていってもいいですか、できればさ声かけていただければ思ってるよ。水曜じゃん。ではカメレオン。
Thank you.
今日これ、イケブラロボっていう企画なんですが、月1回とか2回とかやってまして、
もったいない振り分けたさんやってる日曜日は、大体こんな感じで夕方ぐらいまでお菓子できる楽器を打てるので誰か一緒にやってよっていう感じでやっております。池袋ジャンプ、もしなんか俺こういうのできるぜっていう方がいらっしゃいましたら、なかなかこうやって外で音出したりするのは楽しいもんじゃないかなと思っております。ぜひぜひ一緒にやってやってもいいぜって方がいらっしゃいました。俺こんなんできるけどお前らついてこれるかっていう方がいらっしゃいましたら、何かしてやっていただければなと思っております。池袋ジャンプ、イエーかっこいい。
雨の中やってる、なあのこういう本番なんで、あのだら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 やってますんで、夕方ぐらいまで、バンドは来ないので、誰がやるの、次どんな感じでやるの、誰で曲終わるのっていう感じでやってますので、一緒にやってやってもいいですけど、いらっしゃいましたら雨宿り方のステージに来ていただければなと思っております。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
あ、もう一応ポチで上げてたから、ちょっと下げちゃう。みたいな感じでやってるよ、水曲クローズ。今日17時から5時から T.O.B. っていうバンドが出て、その後3番と4番と出るんですけど、それまで大体お貸しできる楽器置いてますので、僕の方にお名前言っていただけると、その日の池袋ジャム特大になってしまうというシステムでやっている池袋ジャムという企画になってまして、今日はあれだけど、そのうちやってみたいなって方いらっしゃいましたら、あの Facebook ページとかあるので、そこにいいねだけしていただけると助かります。お、それじゃあやりましょうか。Beautiful one, beautiful one, love.
みたいな感じでやってますので、一緒にやってると水出てる方いらっしゃいましたら僕の方にお声かけていただければなと思っております。いけるかもしれません。まあ、無理してずっとやり続けなくても大丈夫ですので、休憩しながら暇を潰していただければなと思っております。いけるかもしれません。わお、はい、大丈夫です。安谷さんはなんかさっき誰かと一緒だな、大丈夫、まあ、愛想をつかされてない、大丈夫あの人何やってんだろうと思われてないから、それが心配です、ね、むしろ助けていただいて、夕方の5時までこんな感じでこんな感じでやってますので、いいぜ、俺が代わりにやってやるぜって方いらっしゃいましたら、どしどし来ていただければなと。なんか弾き語りとかできる人は弾き語りしてもらって、ついていける人がいたらついていけばいいと思いますし、ついていけない分は何かしら手拍子でもしながら見守ればいいかなと思っておりますので、俺こういうんだったらできるぜって方いらっしゃいましたら、何かしらやってっていただければなと思っております。いけんくろちゃんみたいな感じのやつですけど、ああそんなのやってんだ、今日はあれだけど今度あれかなって方いらっしゃいましたら、あの Facebook ページとかありますので、そこにいいねだけしていただけると次いつやるかって出てくるかなと思いますので、
あと、あ、言ってなかったかもしれないですけど、動画撮ってて後で YouTube に上げるっていうルールになってますので、最悪最悪なんか問題あるよね、言ってもらえれば限定公開とか、そんな感じで全部水曜クルーじゃん。まあ、無理してずっとやり続けなくてもいいですし、何もない場合は何もない場合はなんかマイクで一句読みたいみたいなのもいいと思いますし、なんかフリースタイルでラップできる人とか適当にやってもらってる中で、やっていただければなと思っております。いかがでみたいな感じでやっております。なんか俺あれ弾けるぜっていうのあれば率先してやっていただいて、全然いいじゃないですか。見たぞ、見たぞ、シスターだ。いいね。そういうゆっくりなやつやりました。普通にまあ何でもいいよ。Thank you.